ブールバールシェイク・マクタム・イン・バルバラ・バルバラ・アンブーリ、川の西、ジブチ市の郊外に位置する地域。地名は、ソマリゴ港の東大からの点滅を意味する、バル・バルビーに由来する。ジブチ市外へのアクセスが制限された1966年以降、バルバラに町が形成された。最初は、スラム街だったが、現在は、学校と病院のある。 郊外地域で推定人口は8万人。1966年の暴動の後、旧フランス植民地の首都だったジブッチ市街の都の境にチェックポイントが設置され、町の入り口にある破壊的な要素の侵入を阻止した。このチェックポイントの周辺では、国内の他の地域からの移住者の集落、非公式の牛市場、キャラバンさらいができた。 ジブチ市の警察当局による取り締まりとその後の市街地からの強制送還はバルバラの成長にさらに寄与しバルバラは大きなスラム街になった。1977年のジブチの独立後チェックポイントは廃止され後にバルバラはジブチ市の都市開発計画に統合され正式に住宅地として指定された。1987年以来公式的に ジブチ市の一部となっている。独立後の最初の10年で、バルバラの人口はさらに3倍になった。その後、地方から流出した市民による移住が増加したことで、住宅地が拡大し、建物の権利は徐々に居住者に移されるにつれ、この地域は強固な宅地造成と学校の建設、その他の公共福祉サービスの提供により、都市としての特徴を獲得した。 バルバラには4つの小学校と国内で2番目に大きい病院があり、国内での評判も工場8万人の人口を抱える地域となった。1995年には日本の協力により福沢中学校が開校した。3000人近い生徒が通い、現地でも日本の協力の象徴となっている。その後も日本政府の無償資金協力により、 新たに小中学校を建設する計画があるにも、かかわらず、バルバラの大部分は極度の貧困地域であり、住宅の80%以上が、トタン板や、木板、金属板で構成されている。また、水道水と電気の普及が遅れており、乳児死亡率も高い。ありがとうございます。